大丈夫？リリスの言う通り休んだ方が良さそうだ。それからご飯大盛りでよろしくお願いしたい。男の子だね。任された。しばらくは声をかけられても気づかないと思う。緊急の何かがあったら肩を揺さぶってくれればいい。寝るの？いや、修復。お弁当式にして持っていった方がいいかな。足りない材料がいくつかあるし。天使と悪魔なんだし、そこら辺パーッとやれないものかな。リリスが帰ってくるまで待つか。あれ？お帰りなさい。おや、ルースかね。クムズ・ソラミ君だったな。リリスやラジエル、それに天道刹那はいないのか？はい、いないですけど。うん、そうか。でしょうか。好きな方で構わんよ。さて、どうしたのかな。お願いがあるんですが。おやおや、この魔王アスタロトにお願いとは。もちろんできることなら何でも叶えてあげるとも。願いの大きさによっては君の大事な何かの引き換えだが、大事なものはあまりないんですが。とりあえずですね、お野菜買うにはどうしたらいいか教えてください。お野菜？おかしい。私は
何を読みたいのだろうか。先ほどから何をブツブツ言っている。違う本が読みたいなら別のジャンルへ行け。何も読みたくないなら帰るがよい。何を読みたいかわからないか。では我々がジャンルを告げればどうだ。それならわかるかも。では社会、政治、法律。違う。文学および文学評論など。違う。魔術、オカルト、サイキック。そういうのとはあまり関係ないと思う。経済関係、あるいは科学、テクノロジー。スポーツ、格闘技、武術。教育関係、違うか。実用本。料理、ファッション、手芸、インテリア。料理。料理は向こう側だ。100メートルほどまっすぐ行って、そこから上昇すればたどり着ける。料理は国別にジャンルが分けられている。日本は J で登録されているから気をつけるように。ありがとう。料理？料理らしいな。だが何のためにだ。それは料理を作るためではないだろうか。なぜ料理を作ろうなどと思ったのだろう。それは誰かに食べさせたいからではないか。仕事に戻るか。だな。やっぱりわからない。Thank you.
私は誰に食べさせたいのだろう。以上が私の知っている天道刹那の物語。なかなか刺激的でしょ。刺激が強すぎる。初対面の時にこの物語を聞かされていれば問答無用で打ち首にしていたかもしれん。ただそうあるように生み出されただけよ。もともコンセプトそのものが大罪とも言えるでしょうけど。傲慢の罪だな。確かにお前の言う通り、存在そのものがバベルの塔に近い。とは言っても今さらどうこう言ったところで仕方ないか。ただまあ下級の天使たちには刺激が強すぎるから一応秘匿しておいて。私は帰るわ。あ、第三階層に潜んでいる支配者は残り二人のどちらかなのよね。ああ、木の上渡るか、押し葉鋼のどちらかだ。そして第五階層からは前人未到と。ねえカモエル、本当にあの先には何があるのかしらね。天国への階段があるさ。あなたはそれを信じているのかしら。欺瞞はダメよ。私はいいけど、天使であるあなたはダメ。先ほどの刹那の件、俺は自分の胸に秘めておく。だからねえ、だから黙っておくことにするわ。さあ行ってみて。地上で覚えた悪癖だ。ウリエルは見逃してくれたが、ガブリエルとラファエルは堅物でな。上ではなかなか吸う機会がない。人間でいうところのホタル族ってやつかしら。ああ、私は吸わないから結構。だって成人派だし。悪魔のジョークはたまにわからんな。ジョークじゃないっちょ。もしかしたら天国はないのかもしれない。それこそあのお方によって破壊されたか消滅したか。だが我々はこうして生きている。生きている以上全力を持って立ち向かうしかない。結末は御心に委ねるとしても童貞は自分で切り開かねば。そういうフロンティアスピリッツあふれる言葉は嫌いじゃないけれどね。ただちょっとつ盲信と同義になりそうなのは困るわ。それはまあ確かに。だが第五階層から上は前人未到だ。せめて
行方不明になっているメッセンジャーさえ発見できればな。どこにいるのよあいつは。わからん。東京バベルの第五階層にいるとも、虚数の世界にあやふやなまま存在するとも、この学園にひっそり隠れ住んでいるとも言われている。メッセンジャーって確か兵士愛好家じゃなかったっけ。それなら飛び箱の中に潜んでいてもおかしくないでしょうね。何もかもわからないことだらけだな。そうね、あなたたち天使はあらゆる世界の先がわからない人間を導き救い、あるいは罰していたけれど、自身の未来は確約されていたも同然だった。お前たち悪魔もそうだろ。役割は真逆だが。そうね、当然のように続くと思っていた。愚かにも程があるわね。永遠の幸福を望んで右往左往している人間を愚か者だと嘲笑していて、これだもの。覚えているか、この東京バベルが駆動する直前の出来事。ええ、よーく覚えているわ。天使と悪魔の大量自殺のことよね。彼らの魂はどこにも行くことなく消滅したのだろうな。理屈の上ではそうなるわね。それじゃ、私はそろそろ行くわ。おう、第三階層へ向かう準備が整ったら知らせてくれ。はいよ、じゃあまた。